はい、こんにちは、ゆきぐみです。今回は耳の編成別 DPS とスキル回しについて解説をしていきます。今回の動画ではフィオナ編成はすべて HP160万、ウェルスプリング編成で解説をしていきます。サボテンダメージでは耳を編成に入れることで旧編成と比較して 48% の DPS 上昇を記録できました。 DPS ショーケースからの変更点として、ジーク編成、フェニル編成はバグにより DPS が低くなっていたのですが、ある程度バグを回避するスキル回しをすることにより、ある程度バグ修正版に近い DPS を出すことができました。これでもバグによりロスが残っているため、正式版ではもう少し DPS は上がるかもしれません。なので基本的にフィオナ編成、フェンリル編成、ジーク編成の3つがメタ編成になっていくと思います。この中でフェンリル編成は強行、そしてフェンリルの防御虫パッシブがあることにより、実戦での理論値は3カメラ編成が一番高くなると考えています。異能編成は最適編成の9割ほどと、パフォーマンスとしては悪くはありませんでした。ただし異能ダメージが 20% ほどを占めていますので、異能ダメージの通らない幻影の序列、チョコ引きではパフォーマンスが落ちてしまう点には注意してください。その他の3カミナリ編成では、クロウを用いた編成が割といいダメージを出せました。今回はサボテンダメージの実測値をもとに、耳ボリションとその他のボリションを入れ替えた際にどのくらいのパフォーマンスの差になるかをグラフにして可視化してみました。厳密には組み合わせによって多少ダメージ貢献度に誤差が出てくるので、大雑把な比較としてご覧ください。フィオナ編成では、耳ボリションとレベリアボリションの比較で 3%、フェンリルボリションとの比較で 10% ダメージパフォーマンスに差が出ました。セミール系列はそこからさらに数パーセントパフォーマンスが落ちるといった感じでした。こちらがサボテンダメージの実測値のグラフになります。気になる方は一時停止して他の編成や引く予定のボリションとの比較をしてみてください。3カミナリ編成ではレビリアボリション、フェンリルボリションのパフォーマンスがかなり上がり、逆にセミール系列がスコアを落とす結果となりました。この編成では妥協編成としてはリンやフィオナを使っていくのが良いと思います。こちらが3カミナリ編成の実測値となります。ジーク編成では3カミナリ編成とは対照に、ネビリア、フェンリルのパフォーマンスが落ち、セミール系列のパフォーマンスが上がるといった結果でした。こちらがジーク編成の実測値になります。トツのダメージ上昇の比較では、3トツでスキル回しが大幅に変わるとともに DPS も大幅に上昇したので、基本的に3トツをお勧めします。3トツすると、雷属性武器が耳以外のスキル CD 変化能力を受けなくなることにより、遅延効果も受けなくなるので、かなり リターンは高いと思います。また、レビリア編成では1トツもスキル回しに関わってきますので、耳無トツだとかなりスキル回しはめんどくさいです。そして、ネビリア、フェンリル編成では、フェンリルは3突必須となっています。ボリションの伸びは平均的で、可もなく不可もなく、といった感じでした。それでは、スキル回しについて見ていきましょう。ミミは3突で雷属性武器のスキル CD マイナス 20%、1突で召喚物の HP を通常攻撃で回復できるという効果があるため、これらを前提にスキル回しを解説していきます。また、レビリアの連携スキルはヒットした瞬間にジャンププラススキルでモーションキャンセル。レビリアのスキルはヒットした瞬間に回避攻撃もしくは武器変更でモーションキャンセルができるので、これも覚えておきましょう。フィオナ編成では三流スキルはハイドロフォーカス、ウェルスプリング。スキル回しをアイコンで表すとこのようになります。はじめにフィオナのバフ、耳ボリションのバフ、レビリアのバフ、そしてスキルとエコーを一回してレビリアの一突のパッシブを発動させておきます。レビリアのスキルが CD16 秒なので、2回目のレビリアスキルを打つ前にフィオナの連携バフのかけ直し、3回目のレビリアスキルを打つ前にレビリア連携のかけ直し、そしてエコーのかけ直しと、1回の武器持ち替えごとにフィオナとレビリアの連携スキルを交互にかけ直していきます。自分は武器持ち替えのタイミングは、レビリア連携のバフアイコンの時間を見て確認しています。バフアイコンの時間が半分ちょっと前ぐらいになったらフィオナ連携のかけ直し、バフアイコンが消えたらレビリア連携のかけ直しという風に覚えるとスムーズだと思います。あとはこれをひたすらループさせていきます。3カミナリ編成では
耳特性を使って会心パッシブの時間を延長させています。テスト版では武器を2回切り替えると会心パッシブが消えてしまうバグがあったので、細かく分離の持ち替えを挟んでいます。正式版ではやらなくてもいいかもしれません。はじめにフェンリルの歌の世界を発動させて、レビリアの連携、スキル、エコー。16秒後のレビリアスキルを打つ際は、レビリアの連携をキャンセルして、スキルを打ち、即もう一のキャンセルをして、フェンリルのマッドサウンドへ繋げます。レビリアのバフアイコンで言えば、半分のちょっと後ろぐらいのタイミングです。その後、1.9 ゲージぐらいまで連携を貯めるまで、耳の通常攻撃をして、フェンリルの歌の世界の貼り直しとループしていきます。ジーク編成は三流スキルはウェルスプリングにメイルストロム、フェンリル特性を使用しています。 HP160 万ない方はハイドロフォーカス、メイルストロム、フィオナ特性でいいと思います。テスト版では耳は通常長押しではなく、回避攻撃派生の通常攻撃長押しでないとジークの電動ダメージにダメージが乗らなかったので、回避攻撃を挟んでいます。スキル回しはいつものメイルストロム型の回しです。最初にジークのスキルを使って回避攻撃をしてヘビの鎖を付与。ジークのスキルを打ち切ってパッシブダメージを発動させた方が良いスコアが出たので、メイルストロームは残り7秒で武器持ち替えをしています。各編成のサボテン動画は DPS ショーケースと追加で出した動画2本にまとめてありますので、気になる方はそちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは耳の評価についてまとめていきます。耳は単体で使えるアタッカーなので、編成を選ばない点がとても優秀ですね。射程がかなり長くて、不屈とシールドも持ち合わせているので、かなり使い勝手の良いキャラクターだと思います。今後もテストサーバーで新キャラクターの動画やライブ配信も行っていきたいと考えておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価をしていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。